皆さんこんにちは。高校野球 .com の田中です。今回はこの夏行われた東京オリンピックでオリンピック連覇を達成したソフトボールの絶対的エース上野由岐子さんに単独インタビューをさせていただきました。長らくソフトボール界の第一人者として先頭に立ち、東京オリンピックでは4試合に登板して見事優勝に貢献、胴上げ投手にもなったソフトボール界のレジェンドに、今回高校野球 .com はオリンピックという大舞台で活躍するためのコンディションやメンタルの調整方法を聞かせていただきました。競技は違えど、メダリストの考えは球児たちにとっても参考になるお話ばかりなので、最後までぜひご覧ください。前回の北京オリンピックでは3試合413球を投げて悲願の金メダル。13年ぶりに正式種目に復活したこの夏の東京オリンピックでは、6試合中4試合で先発登板と、獅子奮迅の活躍ぶりを見せた上野選手。今年で現役21年目。これだけの活躍をするには、コンディションを整え、万全の体制で臨まなければ、高いパフォーマンスを発揮するのは難しいでしょう。上野さんは、その中で意識していたのは、グラウンドコンディションでした。今回はやっぱり人工芝でのプレーだったので、はい、マウンドの硬さだったり、やっぱそのプレーをしたことによる体への反応がやっぱり全然普段と違くて、その事前練習とかでやった次の日とかのやっぱその裏面の張り、背中とかハムとか、そういったものがその普通の普通のグラウンドでやるところと全然違かったので、そういった意味ではその力の出し加減だとか、はい、重心の置き方をちょっと変えたりして、とにかく少しでも疲労感を残さず、はい、投球できる、その怪我につながったりいろんなことを予防しながら投球することはすごく意識してました。調整方法や調整にかける時間の長さを変えることを、上野さんは連戦を戦い抜くためにも必要だと感じていました。なんかそういったものを敏感に感じることで、じゃあちょっとしっかり足首ストレッチだったり可動域をしっかり広げてから次の日の試合を迎えたりっていう。これだけ体の声を大事にされる上野さんは、普段の食事、さらに自分の体を支えるサポーターにも強いこだわりを持っています。特にサポーターに関してはデサント社の高ノエベルトを採用し、登板時は着用するようにしています。このベルトを肘の関節に締めることで上半身のバランスを整え、選手本来のパフォーマンスを引き出すことをサポートしているそうですが、取材時にも左肘に巻いていました。ですが普通に考えれば右肘につけるはずです。なぜ左肘なんでしょうか。その理由も教えてもらいました。この左側を意識したいので左でつけてるって感じです、はい、左側の軸を私は大事にしながらピッチングをしているので、それで左手につけることが多いんですね。軸がぶれないのでボールが、はい、また知識がないとチョイスもできないので、まあ、好きなものを好きなだけ食べれる競技だと思うんですよ、私たちって。けど何を食べるかすごく大事だと思うので、口に入れるということは必ずそれが身につくというものなので、と登板前はやっぱ暑いっていうのもあったので、はい、暑さ対策としてしっかり炭水化物をとってエネルギー不足に体がならないようにはいということを一番心がけました。あとやっぱ胃が弱ってるので、あんまりタンパク質をたくさん取りすぎないように、うん、なるべく消化の良いものを、はい、でしっかりカロリーを取る、はい、イメージで、試合後は逆に疲労回復をしっかりイメージした食事、はい、ビタミン B だったりとか高タンパク質だったりだとか、はい、そういったものをちょっと意識してくれてるからこそ、何を口にするかっていうものをしっかり自分で選べないとなとは自分では思ってます、はい。これだけコンディションに対して細心の注意を払う上野さん、メンタル面、特に大会の初戦はかなり気を使って投球しているようです。ただその不安に押しつぶされることはありません。
なぜならそこまでに最善の準備をしてきたという確固たる自信があるからなんです。いろんなものを感じるのがやっぱり本当に試合のマウンドだと思うので、はい、よく若い子にもやっぱり足場が変わればボールが変わるからいいイメージばっかりでいかないようにねってちゃんとマウンドに上がって自分の感覚を再確認するんだよっていうのを伝えるんですけど、そういう緊張感でパフォーマンスが落ちるような練習を普段してないって自負してるので、なんかそんなごときで自分のパフォーマンスを乱したくないみたいな、その自分の考え方的にもそのか、はい、そのメンタリティに近いんですけど、うん、ここはちょっと自分の中では逆にプライド持ってるんですよ。一流選手になるとよく耳にするのはルーティーンを作ることです。常にベストパフォーマンスを発揮するために取り入れているアスリートが多いですが、上野さんにはそれがないようです。それは自分の体の声を大事にしているからこその理由がありました。試合の中でも何が起こるかわからないので、自分の意思通りに試合が、はい、ことが進むことはあまりないし、どういう状況になっても急に試合時間が早くなったりだとか、お腹が痛くなったりだとか、うん、なんかそういった時に、あ、そうなってしまったからじゃあこうしようって、なんかこうすぐ対応できるように決め事とかはあんまり作ってない。その体の声も、まあ、その日その日で違うので、その日に応じてしっかり やりたいことやるべきことを決めていくっていうことの方が結構大事にしているので、なるほど、なんか柔軟に何でも OK みたいなイメージ。ということで今回はソフトボール界のレジェンド上野由岐子さんにコンディション、そしてメンタル面についてお話を聞かせていただきました。お疲れのところお時間をいただきありがとうございました。今後の活躍も楽しみにしています。高校野球 .com では中学高校球児の皆さんにとって日々の活力になる動画を毎日配信させていただいております。今は情報が簡単に手に入る時代ですが、球児の皆さんにとって一番大事なことは継続してやり続けることだと考えています。ライバルチームの情報やドラフト候補選手の思考法、また甲子園を沸かせた先輩たちの金言を聞くことによって日頃のモチベーションにしてもらえたらと考えております。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。